早速始めましょう。まず挨拶から。どうもこんばんは。底辺の王と書いて帝王と読む新帝王です。この時間は、平日夜の部ということで、プレイステーション版の、女神帝王よ、私が構わん遠慮なく挨拶始めたまえ。はい、挨拶の途中でしたね。ペルソナを、南部配信という名の初見プレイでやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあやっていきましょう。まあ今日もちょっと申し訳ないんですけど、お前はダメだー。何がダメなんですか。今日もちょっとレベル上げメインになるんじゃないですかね。間違えた。真面目か。どう間違えたんですか。意味が分かりません。お前はダメだと真面目か。なんすか、他の生の人間違えたとか。まあいいや、やっていきましょう。はい、とりあえずまあやっていきますけどね。平均レベルが今44の41、85の127、165、205、あ、205。平均41になりましたね。41ならどうなんでしょうね。そろそろ、コンタクトでね、カードもらえる敵も出てくるかもしれませんね。まあ、やりながら、レベルアップもやっていきましょう。どうでしょうね、この辺だと。42、42まだダメですね。東大卒イケメン官僚の帝王さんはこう。はい、ごめんなさい、いらっしゃい。違います。中卒ブサメン最底辺の帝王です。はい、違いますよ。間違いはちゃんと正してください。倍高派でしたっけ。まあ、はい、どうも、マサポンさん、いらっしゃい。ペルソナやってます。まだ怒りの鉄拳、あ、闇の審判来ましたね。ゴーマ相性の攻撃野望、どうでしょうね。で、メディドラ、ちょっとね、僕さっきね、あのね、ファイナルファイト終わってちょっとくつろいでいたんですが、ちょっととんでもないニュースという、とんでもないっていうかあれなんですけど、そんな嫌そうな声出さないで。いや、何が嫌、嫌じゃないですけど、ね、なんかすいや、そんなっていうか、なんかすごいとんでもないっていうか、ね、まあ皆さんご存知でしょうけどね、あのニコ生でなんか深夜に配信されてるね、あの大手生主のあのね、サンジさんがなんかバンされたとかなんとかって。まあね、おそらくお手玉虫だったらね、まあそれは、まあ、お手玉虫でもあることって言ったら変ですけど、で、まあ、バンされたっていうんですけど、で、バンされたタイトルがなんか、ね、アトラスかもね、アトラスのね、あの、女神転生、イフだかっていうのね、僕見てるの、ね、僕ね、ああ、やってんだと思って、ね、次の日見たらなんか別のゲームやってたから、まあよくわかんないですけどね、アートラスのね、もしってなったら、伊藤さんもそれ警戒してるみたい。だから僕今これやばいんですよね。もうまあもう10日もやってるからね。まあ多分ね、もしかしたらね、なんかサンジさんはなんかね、クリシを登録したからバーになったとか、ね、そういうこともあるかもしれませんからね。絶対ないとは言い切れませんからね。こんな仮想放送だからってね、アトラスさんが見逃してくれるかっていう保証もないですから ね、ね、その辺のね、原因もちょっとね、完全に分かんないと僕もビクビクしながらね、やんなきゃですからね。だからもしかしたらあのね、急に僕もね、バンになって放送できなくなっちゃうかもしれませんけどね、その時はあのあらかじめご了承ください。はい、まあね、ここでやめるっていうのもさすがに。いやいや、やめて。勝手に休むな。14個目さんいらっしゃいませ。いや、勝手にじゃないでしょ。バンされたら配信できないでしょ。僕がアトラスだって言えばいいじゃん。何、意味がわかりませんよ。ね、そういうことあるからね。
もうここはほらね、クリッシュをやってないっていうか、クリッシュをね、どうせ登録したって0円だから、関係ないっちゃ関係ないのかもしれませんけど、結構なんか最近ね、そのクリ、まあわかりませんけどね、クリッシュを。配信上なめるなよ。いやいや。配信上って言っても別に金もらってやってるわけじゃないから、ね、だからクリショーだったからアウトならまあいいんですよ。僕やる予定になるからですけどね。そういう意味じゃね、これからどんどんねゲーム配信もね厳しくなってくるかもしれませんよね、うん。本当にね、今は、まあ、ね、本当動画配信、ゲーム配信自体ね、グレーっていうか、あれですから、現状ね、まあ、メーカーにね、見逃してもらってるっていうのが、うん、現状ですから、これから先本当にどうなんで、あ、珍しい。どうしよう、これ、答えてみましょうか。君は私の二重体のくせにパッとしますね。どういうこと？どちらが本体か本体が手をつけました。意味がわかりませんけど、これだね、これ向こうから話してきたら相手の性格とかわかんないから、何もヒントっていうか性格もわかんないからね、適当に選ぶしかないですね。演説、じゃあ俺が通報する。やめてやめてやめてごめんだな、あまずい。なんかこういうのってなんかね、いかにも高慢臭いから、綾瀬の誘惑聞くかも。あ、怒った怒った、ダメだ。挑発、傲慢か、例えばかよ。はい、いやいや、傲慢ってその傲慢じゃないですよ。はい、どうも清平さん。あ、挑発が良かったんだ。通報数が多いほど効果あるっていうから、リスナー団結して通報、やめてくださいよ。つまりバンされるからペルソナはやめるという言い訳か。いやいや、でもバンされたら本当にね、ペルソナもうできないでしょうね。それはまあね、バンされたら多分ね1週間配信停止でしょうけど、なったらさすがにもう無理でしょ。もうアトラスのゲームは手出せませんよ。前の人ね、他の人はね、あのロックマン、ね、大丈夫、はい、ゲオは底辺だから、底辺だから許してくれる、まあそれならいいんですけど、任せ、本当にどうなるか分かりませんからね、いつ、うん、通報するな、するなよっていうふりでしょ。なんでふりしなきゃいけないんですか通報されたらバンされて僕配信できなくなっちゃうんですか。そしたらまた暇な毎日が。ペルソナ5やぶ、愛と聞いたことある。ペルソナ5、うん。でもね、もし、だって昨日っていうかね、この間サンジさんやってたあれメガテンって、多分あれ、僕も詳しくないけど、多分プレステかスーファミでしょ？あの、クオリティっていうかね、グラフィックだと。ね、昔のゲームでバンされるんだったら本当にシャレになりませんよね。うん、もういよいよ僕見てないけどはコツ、はい、どうも25個目さんいらっしゃい、うん、だってね、多分スーファミのゲームでしょ。当然内容知らんが勝手に使われて金儲けに使われ、ネガキャンとかされていたらたまったもんじゃねえよな。僕は金儲けしてないから、まあそれならいいんですけど、でも結構ディスってますよね大丈夫かな、バンされちゃうかな、ね、どうテンポ悪いテンポ悪い、セーブがねセーブがねって結構ね願ってましたからね僕の風前の灯火かもしれませんね。
欲しいものリストでプレステ4送ってもらってたくせによく言うわ。誰がですか？僕がですか？本気じゃん、僕は送ってもらってませんよ。4、ちょっと待って、こいつ56万の、今まであんまり意識しませんでしたけど、ねえ、レベル56とか、むちゃくちゃ高いじゃないですか。何でしたっけ、こいつは42ですからね。知り合いの軸にプレステ4じゃなかったら一生付きまとうって言ってたやん。誰のことですか？別の人でしょ、僕じゃないですよ。ていうかそんなことやったら普通に犯罪でしょ、警察沙汰ですよ。こんな配信なんかやってる暇ありも余裕ありませんよ。だいたい JK の知り合いなんかいるわけないでしょ。普通は JK の方がねだる側でしょ、どう見たって。早く出頭しなさい。だからしてませんって、やめてくださいよ。やめてください、バンならまだしも、そんな本当にやめてください、そんな警察の厄介とか嫌ですよ。すぐってか、警察の厄介になること喜ぶ人いるんですか？言っていないでしょう。41かできるんですかね。ただね、嘘はいつかバレますよ。嘘ついてませんよ。陰気高慢だからどうでしょう、いけんのかな。僕の調べたと、高慢は綾瀬が、やれば、綾瀬でね、誘惑すれば落とせるっていうのが、どうなんでしょうね。綾瀬で誘惑。よし、来た。おもじどいな、すごいな。よし。明日休みだからじっくり監視する。何を監視するんですか？僕そんな監視されるようなこと何一つしてませんよ。まず、
で、スペルカードでしょ。カードはやるけど、早くプレイする。うん。大丈夫か。平均レベルと一緒で、カードくれるんですね。ゾンビペインタン。よしよし。ちょっと貯めていきましょう。うん、カードも。よしよし。ようやく、ね、ペルソナも作れるようになりかけてはきましたね。できればね、平均43ぐらいまで上げれば。うん、今41まではいけますけど、こいつは41いけるか。うん、陰気短気か。何でしたっけ、陰気短気誰か。うん、いたよな。短気って JO さんはコツです。はい、どうも。33個目さん、いらっしゃいませ。短気って誰だっけ。マークだったかな。踊る違うな。ヘボゲンにダメなの。誰だろう。短気なんか、うん、マキちゃんだっけ。ダメだ。だ、なんだろう。短気って誰ですかね。南條くんだったかな。モノツルで。ダメだ。なんだろう。短気、短気。うん、これも38賢い通気コマ。ただこの間コマでこいつであれしたらダメだったですね。こいつも陰気コマはいけんのかな。でもこの間ダメだったよな。陰気コマってなんだろう。いけんのかな。でもこれね、女性だから誘惑聞かないとか。傲慢。傲慢です、うん。あ、いけるか、いけるか。よし。魔石一つじゃあげますよ。うん、陰気傲慢はやっぱ綾瀬の誘惑ですね。うん、結構慢。結構慢じゃないです。醤油じゃありません。はい、そうです、うん。とりあえずそのレベリング中というよりはまあ、うん、ね、その蘇生できるペルソナを作るのが現在の目標です、うん。蘇生さえできればなんとかなると思うんですけどね、うん、言って。今日はレベリング中。
卑怯じゃないでしょ。だって戦場どこにもならないでしょ。ねえ、あのねえ、ゴッドカンドリのあの卑怯なね手法にヘルソン、どうしてもね、あのヘルズアイズって即死技があるから、それに対抗するにはね、蘇生の魔法が欲しいんですよね、リカームとかで。そのリカームを持ってる、うん、ペルソナを作るためには、まあ、またねカードを集めないとって、でそのカードを手にするためにはこっちのレベルを上げてね、悪魔とレベル対等以上にしないとって、そういう状況ですから。 あれも回復したんだ。せめてね薬局行けて、そのね蘇生のアイテム買えればなんとかなるかもしれないんですが、今ねなんかその街にもう出られないって状況らしいんで、こいつかね、さっき、陰気短気高慢賢いって、うん、誰かなんかさっきね挑発とか言ってましたよね、うん、挑発した。ドッペルゲンガーかダメか挑発、うん、ダメですね、聞かない。なんだろう、プライドがあるってことだからね。勧誘とかダメだ。しこった？え？しこってませんよ。だって今日ね、13時起きで起きて飯食って、もうそれでね、ドラクエ5やって、ファイナルファイトやって、で飯食って、ウォーキング行って、今、あれですから、しこってませんよ。ミート帝王さん、はこっちです。はい、どうも39コムさん、いらっしゃい。だから多分ね、今日またこれ11時までやって、でその後夜食食ってまたスパロボやって、ね、寝つけるまでに動画アップしてって、いつまで親御さんに迷惑かけるの、ね、平日にファイナルファイトやったの、え、ああ夕方っていうか、うん、やりましたよ、うん、全然クリアできませんけど。もうあのレベルじゃ多分もう、うん、多分1年かけても、うん、もうクリア無理じゃないですかね、今のね状況だと。見れるわけないやん。いやしょうがないです。じ
ゃあタイムシフトで見てください。無理か。エルソン、さよう、今日は冷える。あ、どうもベラボーさん、はい、いらっしゃいませ。そうですね、今日は冷えてますね。親の年金むしり取って悪いと思わないの？別に今日は冷えますけど、なんか明日またちょっと暖かくっていうか暑くなるかもって話ですよね。って言ってもんね。別にそこまで言ったつもりはありませんけど。ATM って言ってもそんな言うほどね、お金も僕もらえませんよ。しましょうね、ちょっとカード手に入ったから行ってみましょうか。行け。
ルソナしてくる。はい、どうも、いってらっしゃい。こいつってコンタクト失敗したんでしたっけ。陰気短気、うん、何でした、何ですかね、陰気短気、うん、頼むとこダメだ、怯えるふり、丸抜同時押しでスプアタック。
はい、サボテンさんいらっしゃい。それファイナルファイトでしょ、うん、知ってますよ。早くしなよって言われたいでよ。いやいや、何をですか。言われたくないです。あ、まずい、回復してね。まあいいか。増えてないですね。竹三日月。自家じゃハマんわ。あんまり。アズラエルもアンクなんでしょうこれ。バイエイハテカバー、うん、ヘルモーズ、女神転生常連竹三日月さん。竹三日月、え、そんな有名なんですか。有名って言っても、うん、あれだし、うん、あんまりいないですねっていうか、うん、メディラマ、どうなんでしょうね。こいつ強いんですかね。さっきからシューシュー言ってんですけど、大丈夫ですかね、我が家。バトラ、シシリディ、愛の鞭。やっぱりね、リカーム使いです。ハヌマンとかどうなんでしょうね、こんなの。強そうではありますけど、うん、ダメですね、まだ作れないですね。結局帰る羽目になると。え、まあ、レベルもだし、蘇生できるね、魔法の使えるペルソナが欲しいんだよ。うん、何だしたっけ、リカームだかっていうのが。あれ、ハトホル作れたっけ。ハミラーが決めるのはレベル、はい、そうですね、52個目さんいらっしゃい。はい、ハトホル今のはいなかったみたいですけど、いや、ハヌマンはレベル68だから、その作れても、そのね、プレイヤーのレベルが68ないとね、多分コーマっていうかできないんで意味ないんですよ。今は平均で41ですから、まだまだですよ、全然、うん、多分一番ね、レベル高い KO でもまだ45ぐらいですよ、うん、全然ですよ。
かといってね、このゲームね、はぐれメタルみたいな経験値ボーナス。もういける。え？何がですか？ボスにってことですか？昨日あんなに、昨日じゃないし、一昨日あんなボコボコにやられたのに。ね、多分今でそのね、多分一昨日のゴッドカンドリ戦のレベルぐらいじゃないですか。44、42、86、129、38。適当なこと言いました、すみません。やめてください、あれね、本当に行って帰ってね、いいじゃないけど、行って片道3時間ですよね。それで負けたら3時間がね、おじゃんですよ。3時間丸々台無しとかね、そのあまりにもリスクがでかすぎますよ。帝王さんにお似合いですよね。いやですよ、もう一回体験しただけで十分でしょう。もう二度も3時間ロスとかも嫌ですよ。任せる。でもね、蘇生の魔法が手に入らないことにはどうしようもないですからね。どうやったらいいのか。今一上がったから。言ってやっぱりなんすか、そのヘルズアイズってあの即死ね、運で回避できるなら、うん、やっぱり上げた方がいいかもですし、ね、どっちだ、必中だったと思う。範囲は狭いけど。必中ですか。じゃあ今浴びても何も変わらないってことですよね。じゃあなおさらね、蘇生は必須ですよ。必須って言ってもね、蘇生できるペルソナがどこにいるのか、誰なのかもわかんないし、博士に教わるしかない。博士って誰ですか？博士って？ペルソナ博士、リスナー。ああ、そういうことか。いるんですかね、今リスナーさん。なんか最近なんかペルソナのリスナーさんもなんかすごい減ってません？気のせいですかね。まあ多分ね、今はレベラーでしかやってないからね、多分見てないって人も多いかもですけど、誰かいないですかね、ガチ勢というか。比較的詳しそうな人多い印象。レベル上げだからな。どうなんでしょうね。
多分ただねレベルが足りないっていうか、だから本当に蘇生アイテムだけ買っとけばね通過できたと思うんですよね。そんなに蘇生が大事になるとは思わなかったから。初代ペルソナはプレイした記憶はあるけど、はい、クリアしたかどうかすら覚えていないな。覚えてないんですか。限界ないと経験者のガミルの辛いわな。せめてじゃあ、カードの交渉だけでもヒントをくださいよ、ね、それだけでも教えてくれればだいぶ楽になりますし、うん、それもダメなんでしょうかね。カードまで覚えてられるか。いやか、だから性格とあれでしょ、相手の性格との相性が分かれば、エメラルド、タンザナイト、マラカイトのどれか持ってます？はい、ちょっと待ってくださいね。エメラルド、タンザナイト、マラカイト、どれかあったような、もしかしてそれがあればまさか。ジャックオーランテアンの出世っぷりしか知らん。な、何ですかそれ。ジャックオーランタン、ちょっと待って、確かアイテム、うん、エメラルドか、タンザナイト、マラカイト、なさそう。ターコイズはあるけどね。あ、マラカイトはありますよ。マラカイトは結構落としてたね、うん、マラカイトありますね。マラカイトがなんか使えばあれなんですか、もしかして魔法ボイルとか、そんな、それらの宝石をハトホルにアイテム合体させるとリカーム持ちペルソナが作れたかと。ハトホル、でもハトホルなんてあったかな、さっき行きましたけど。ハットホル、しょうがない、もう一回行ってみましょう。こいつもまだか。それでリカム持ちがね、できれば。はハットホル、聞いたことないですね。多分いないんじゃないかな、現状だと。ペルソナ、アルイハサファイア、アクアマリン、オニキスのどれかをハトホルに加えるとサマリカーム持ちができるかと。あー、でもハトホルでしょ。ハトホルができないと意味がないってことですね、要するに。ハトホル、なかったですよね、さっき。どうだろう。
賢い強き駒、賢い駒、賢い駒は何がいいんですかね。物で釣るとか、傲慢、傲慢、ダメだ、なんだろう、演説、これであれかな、ダメだ、ダメなのかな、一括、子供が見てるのよ、いきなり卑猥なこと言うのやめてください。知りませんよ、僕が言ってるわけじゃないんですけど、2500円、くそ、ここまで来たら何か、でももうダメですよね、なんだろう、何すりゃいいんだろう、踊ってみる、ダメじゃん、帰っちゃった、賢い強気の駒、あたしか言う、ね、何ですかね、せいね、頼むとかでもダメなんですよね、ね、こんなこと言うし、出任せはダメ、レベルが足りてもカードがめんどくさいですよね、言って、ファイナルファンタジー無事変えたんだ、いくらした、はい、76コムさんいらっしゃい、いくら、まあ結構しました、
ブックオフ？え？いや、ヤフオクです。リスナーからの贈り物じゃん。何がですか？はい？どういうこと？違いますよ。誰も買ってくれませんでした。値段釣り上げた甲斐があったわ。意味がわかりません。何したんですか？あなたですか？3000円くらいした？もうちょいしましたよ。2800円スタートのやつ？さあ違うと思います。3300円超えてたらウケる。なんでウケるんですか？なんでウケるんですか？意味がわかりませんよ。45、87、130、168、210、あ、これで42も、なんとか、なんですか、そのアドレスは。何カップ違ったか。4200まで釣り上げたんだがね。いやそこまでは言ってないっす。4200もするんですか？もう1番なら3100円か。さっきの何でしたっけ？ハトホルでしたっけ？あ、ハトホルあるか。ね、ハトホルですね。ハトホルにサマリカウンのがいいんですね。サファイア、アクアマリン、オニキス。よし、これでいけるか。何でしたっけ？ね、サファイア、アクアマリン、オニキス。サファイア。アクアマリンあるか。あ、これでサマリカームってことですね。あ、はい。あ、メディラマもあるし、パララで、ヒートウェーブ。これ、でもレベル 46?46になっちゃうんだ。46までじゃあ上げないとってことですか？でもね、後々のこと考えてたら、確かに。てかね、多分、ペルソナを作った段階じゃね、サマリカーンもないでしょうから、46か。そのレベル帯だとそいつくらいだ。あ、本当ですか。いや、ありがとうございます。でもこれでね、ようやく攻略の目処が立ちましたし、46じゃ多分手を無理でしょ。まだ言っても、ようやく目標というか目処が立ちつつありますからね。手は、いや46まだ、
KO に持たせるしかないですよね。多分今45、42、43、KO、でも KO 回復でいいのかな、回復蘇生。それもちょっと悩みますね。そうとしてはね、確かにマキちゃんに覚えさせて、早い伸び玉はありがたい。そうですか、まあ確かにそういう考え方もできますか。こうやってダメージ与えられればいいんですけど、じゃあ46まで我慢しましょうか。ちょっとすいません、今の戦闘中にちょっとトイレ行ってきますので少々お待ちを、ちょっとマイク切ります。はい、すいません、お待たせしました。はい、再開します。ちょっとなんかいろいろごたごたという、ごたごたなんかトイレ行ったらなんかね、親が慌てふためいてて、何って言ったら、トイレにでかいクモがいたとかって、親がびっくりするくらいですからね、結構でかいんじゃないかなと思うんですが僕は見てないんですけど、いや小さい雲ならね、親はなんかね、雲って液中って言うんですか、いや食べませんよ、いなかったんですよ。雲ってなんかね、虫とかね、ゴキブリとか食べてくれるみたいですかね。親普段見かけてもね、全然ボス行こう、いやまだだからまだペルソナ装備できないし、ペルソナね
コーマさせても、帝王さんよでかい雲がいるのになんでだろう。知りませんよ、僕は。雲は越中って言いますよね。僕は虫食べませんから。だから、ね、それでも親がね、びっくりして殺虫剤撒いたっていうぐらいですから。朝起きたら足高雲が胸の上を掘っていたことがあったの。いやー、それ怖いですね。いくら液中って言ってもね、でかく なったらね、ちょっと嫌ですからね。本当にでかいやつ結構でかいですからね。多分ね、本当に1センチとかだったらまだいいんですけど、5センチ超えたらちょっと嫌ですね。5センチ、うん、でかいやつだとね、十何センチとかあるんでしょう、普通に。そういうの考えたら嫌ですよ。ボス行こうって言っても、まだね、さっき覚えたペルソナを装備できません。その後部屋の見回りに来た猫に食われたけど。来るんですか、猫って。雲とか、それはそれで嫌というか。猫飼ってるとふと気づいたら足だけ転がってる。猫そんなもん食うんだ。わらわら。いやー、でも怖いですね、言ってる。また嫌なパターンだな。答える。でもこいつがね、君を思い出せるようなお金で思い出せるんですか。なんかまあいいけど、でこいつ何ですかね。歌う。なんバカバカしい。なんかダメですね。なんか何で演説。ダメだ。天使、打天使連中は綾瀬の脅すが効いたような。天使、打天使、あれ打天使なんですかね。綾瀬の脅すですか。コレクションに、あ、怒った。あれは打天使なんですか。打天使じゃないですよね。けなすとか。あ、怒ってる。じゃあ泣き落とすとか。マッチ買って、マッチが売れないと綾瀬パパにぶたれるの。あ、すごいですか。あ、おっと、泣き落とすが。おっと、泣き落とすか。あ、ダメか。どうしよう。あ、余計、あ、カードくれる。よしよしよし。なんか左上の。左上の。はい、どうも、97個目さんいらっしゃい。左上の。何ですかね。まあいいや。とりあえずカード手に入ったし。でもね、リスナーさんのアドバイス聞く代わりもベルソナ。左上のグラフって何？こいつは会話で追っ払えるのいいね。そうですね、うん、左上のグラフ、なんかあのグラフのね、一応4つの反応っていうかあって、それぞれがどれかしらがマックスになると交渉が終了して、そのマックスになった色というか反応で、うん、結果が変わるというか。まあ今ね、あの赤と黄色だったんで、まあ一応黄色だとね、うん、物くれるんですけど、まあ赤は基本的になんか怒るっていうんですかね、怒っちゃうんで、まあそのグラフがいっぱいになった種類によって多少反応が変わるみたいですけど。今日は交渉のあれ？そうですね、うん、
だから理想としては黄色ですか、黄色がマックスになるのがいいんです、カードをもらうためには。ペルソナ、ダンジョンって広いの？結構広いですってか、広い上にその結構ね、1回の戦闘でも時間がかかっちゃうんですね。なのにセーブポイントが驚くほど少ないという、かなりびっくり仰天な仕様なんで、ねえ、おととい3時間セーブポイントなしでダンジョン突破したらボスに負けて、セーブポイントからやり直しってかなり地獄を見ましたから、うん、なんかね、これ一応プレステ1でやってるんですけど、なんか PSP でリメイクされてるんですけど、そっちだとなんかね、いつでもどこでもセーブできるらしいんで、だいぶやりやすくはなってるんですけど、こっちはダメみたいですね。ね、これにね、誰もおかしいって思わなかったんですかね、3時間セーブなしとか。おまけか、まあそういうあれなんで、じゃあ今ちょっとダンジョン攻略のためにプスプもアガスティアの木がないとセーブできないよ、大量に植林されたから問題ないか。あ、セーブの場所が増えたってことですかね。でも増えただけでもマシでしょ、こっちなんか本当にこのダンジョンね、スタート地点に1本生えてるだけですからね、本当にゴールにも生やしとけって思いますよ。もう今日今から行ってももう時間足りないでしょうし、しょうがない、あとまたね3時間レベル上げで明日行けますかね。ただね、底辺がそのペルソナ装備できるようになってなおかつですからね、ムルゲーどこでもセーブが当たり前だけど、それはそれである意味つまらん。つまるつまらないじゃないですか、親切設計でしょ、親切っていうかね、心折ると書いて親切設計でしょ。わら、明日行くしかないんじゃないですか、だってねえ、せめてね、そりゃ直前にねボス戦のセーブポイントあればね、何回でもチャレンジできますけど、片道3時間さすがにちょっと行って何回も行くのちょっと嫌でしょ。せめてね、確実にこれなら行けるっていう、なんかありませんでしたかね。ダメか、なんてチキンなんだ。チキンだ、なんとでも言ってください。3時間はさすがにきついでしょう。じゃあ前回ももうちょっと頑張ればね、いけたかもしれないって、まあ分かりませんけどね、相手のヒットポイントが分かんないから、ちょっとリスクが高すぎますよ。経験値がちょっともらいにくいんですね、今帝王は。今の一戦でたった300でしょ。
で次のレベルまでまだ2万3000ってことはあと70回ぐらい戦闘しないと、このゲームであと70回戦闘って相当ですよ言ってるの。どうしましょうこれ明日でも間に合わないかもですね。ペルソナ使って殲滅するか。テーンだけ殲滅？だって殲滅時間かかるでしょ。そんなことできんですか。あ、でも563か。ちょっと増えたか。うん、ペルソナ変えるのもね面倒ですからね、言ってベルベットルームまで行かないとね、コーマ刺したあれがないし、J 魔法覚えてくれれば別の行動させればなんかありますかね、うん、ベリソナタルカじゃ攻撃力ある、これ強いんですかね。メディアもまだですね。やめとし。タルカでは味方全体だから経験うまいぞ。あ、なるほど、そういうことですか。ペルソナレベルはあと8000くらいでオフしませんでしたっけ。ん、いや、わかんない、ちょっと見てなかったですけど、アップしたら、なんかまた新しい、ペルソナレベルは関係ないじゃないですか。いや、あんまり仕様はよくわかってないですけど、ペルソナレベルは別ってこと。ペルソナレベルが足りないとダメ。ペルソナレベルってのは、あ、ペルソナレベル、あ、こっちか、そっか、こっちか、ペルソナの方は7000ってことですか。そっちか。なるほど、なるほど、なるほど。じゃあもうちょっとですね、言って。じゃあ今からベルベットルーム行けばちょうどいい感じで。うん、あ、それはそれはすいません、勘違い。でももう1時間半ですからね、多分ついて。なら明日もう一回挑戦ですね、ゴッドカンドリとやらに。勝てるかな今度こそ。こいつは
強気陰気、うん、わかんないな。まあいいや、やめとこうも。取りたるかじゃ使えば PK 権独占できるのに。え、ああそういうことは。で他のみんなは物理ってか武器で攻撃ってことですか。ああそっかそっか、そういう手もあんのか。まあいいか、セーブは帰ってからで。なんだこいつらは魔法魔法。ペルソナを使い続けることで技を覚えるから、敵倒さなくてもいいよ。あ、はい、どうも。はい、111コミさんいらっしゃい。そうですね。だから、行動によってね、倒さなくても経験値もらえます。もらえるみたいですからね。自主練り状態か。そうかもしれませんね。行くぜ！
エルソル。レベル上げ順調ですか？はい、113個無差でして、どうにか、うん、ね、そのリカームっていうか蘇生の魔法を使えるペルソナがもうちょっとね手に入って、うん、その魔法手に入ればもう行くしかないでしょう。2600か、あ、もうちょっとでしょ。この状態で底辺だけタルカジャして、あとは物理で殴ればいいってことですよね。強くないですか、うん、ね、この魔法っていうかタルカジャっていうか、うん、はい、できないね。タルカジャ物理はかなり強い、うん、これでいけば、これでも結構勝てそうじゃないですか、もしかしたら、うん、勘弁これ重ね勝ちできるんですかね。タルカジェ、物理攻撃力を上げる、うん、マカカジェ、魔法攻撃を上げる、どっちも壊れ。いや、それも欲しいですね、そのマカカジャっていうのも。ね、マカカジャで、うん、物理の時は、ね、そのタルカジャ、魔法の時はマカカジャですね、うん。これを見ると欲しくなりますね、マカカジャも。誰かいないかな、うん、マカカジャでメリドラやったらもうね、天下敵なしじゃないですか。内条君の初期ペルがマカカジャ覚えるが、初期ペルスのですか、多分それだとね、うん、重ね掛け OK です。プチプロンだと限度があるらしいですが、それじゃもう勝ち確じゃないですか、うん、勝ち確かな。それで負けたら恥ずかしいですね。なんだ、そんなチートがあるんじゃないですか、言ってね。それさえね、分かるのも勝ち確でしょ。これで負けたらわびつめだけどいいな。なんでですか。
何のことだからアズラエルはラスボスにも連れてける。なるほど、そういうことですか。まあ、これで今あれしたからとりあえずね、帝王は、うん、46になったから。ドラゴンクエスト6時間だな。なんでですか。お前はダメだ、風呂から戻ったよ。いやダメじゃないですよ。いやですよ。これで、うん、で帝王にあれどこだ、あれあれさっき作ったあれこれあれこれでしたっけ、さっき作ったの天線にゃんにゃん、これか46です。足の小指の爪が剥がれるなんてよくあるでしょ、にゃんにゃんだろ。天線にゃんにゃんか、名前変わんのか、鳩なんとかだと思ったから。でこれで帝王に装備させて、うん、であとアズラエルを誰かに。アズラエルは南条軍、北斗はマーク、アヌビスは綾瀬かな。ほうほう、そうですか。じゃあちょっとそれでやってみましょう。アズラエルを南條くん。ここってアイテム変えるの？変えません。うん、変えないから、まあ困ってると。攻撃持ちも底辺じゃなかった。どうですかね。ちょっと待って。アズライルですか。で北斗星君をマーク。でアヌビスを綾瀬。うん、綾瀬を、間違った、マークか。アヌビスを綾瀬ですか。クイグにアヌビス。なんすか、そのイルリアン歌詞をマキちゃんですかね。メギドラもったいないし、
これでなんとかいけそうですかね。和子今日は挑んだの？はい、128コマさん。いや、今日は挑んでません。これでようやくなんか挑む準備が下準備が整ったような、感じですかね。で、これでつくも針って何でしょう。無数の針でこれこうで、マキちゃん、メリドラ、南條くんが誰かじゃ、まあ現状誰かじゃ使ってもいいのかな。バイコーハーでもいいのかな。でこっちはこっちでジオンかの、痩せたいさんいらっしゃいます、はい、それともやっぱりあれですかね、 KO だけペルソナレベル上げるには KO に攻撃集中っていうか、じゃああれか、使えないのか底辺も。ペルソナマックスだから弱い敵なら発動しなくてもいいね。いや、マッカー、そういうのもあれってことですか。マックスだから発動しないか。ザンマこれか、ザンマ使ってイルはもういいってことですか。ネギドラ派強すぎてたのキャラの発動の機会奪っちゃう。なるほど、だからあえてもう底辺以外はタルカジャで物理でいいってことですかね。強い。任せ。いや、マークのペルソナは鍛えた方が。マ
マークのペルソナ鍛えた方がいい。あ、なんだ、まあ、ミディアマ来た。こっちの方がいいんですよね。回復全体だし。で、ナタルカジャのマーク、ジオンゴか。アヤセはまあ別、アヤセもどうなんでしょうね。悪いと負ける気がする。まだですか。運が悪いと。それならやっぱりサマリカーであれば余裕でしょうね。あ、覚えたら余裕ですか。にゃんにゃん。あ、来た。出た。ヘルザイズ。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、なんか急にというか。あぶねえ。トゴウマが刺さってる。人生縛りでしたよね、これ。そんなこと誰も一言も言ってないですよね、うん、そんなことやる必要もないし理由もないですし、うん、あ、まずい、回復してない、まあいいや。ディラマ、タルカジャ、いや、さすがにこれはどうなんでしょうね。今サンマってあったよね。え、はい、ザンマありまして、え、サンマじゃないですよ、ザンマですよ。
ペルソナ。バララディマヒカ、夜は何食べたの？今日は、ま、天ぷらですよ。唐揚げと、あと、サバと、かき揚げと、あと、何でしたっけ、なんかあったよな。あ、芋か、さつまいもか。虫？虫じゃないですよ。虫は食べませんよ。
揚げ物は食べないって約束したでしょ。いや、そんなこと誰が約束しまして、別に誰も言ってませんけど。いやー、そっか、あーせ寝てんのか。やっぱメリドラないとちょっと戦闘時間かかりすぎじゃないですか、言ってる。豚ならとも食い。いや、鳥ですよ。鳥ですけど。あれ言って、メリドラやった方がいいんじゃないですか、ちょっと時間かかりすぎじゃないですか、言って戦闘。面倒な敵はメリドラで吹っ飛ばしていいさ。多少ね、ペルソナの経験値効率悪くても、その分数で消化した方が良さそうな気も。自体は全然ですよね。全然とか 4ですからね。プラス4だからまだまだでしょう、ね。どれぐらいですかね。レベルプラス5とか6ぐらい。あ、ちょっと待って。ただね、今から行くにもね、あと1時間しかないし、あと1時間はレベル上げですかね。まあ、あと1時間終わったらもう明日は行きましょう。もう、是が非でも、多分今ね、プラス4ですから、もうメリドラでさっさと勝たそう。多分今プラス4なら。リスナーにレベル上げだけ見せるつもり？わびつめはよ。今日は無理ですよ。だってあとね。あのダンジョン本当にね、今から行っても2時間とか2時間半くらいかかるでしょ。それを考えたら、あ、そっか、先行できるからね、この方が早いでしょ。そしたら、いや、だってもう時間ないでしょ。今からじゃ2時間ね、スパロボまた0時からだし、2時間じゃ終わりませんよ。また明日ですよ。明日は絶対行きますから、それでどうにか手打ってください。今日だけはもうちょっと、明日は絶対行きますから、是が非でも。
明日行かなかったらね、生詰めでも何でもいいですから、それで手打ってください。それならいいでしょう。明日もしね、行かなかったらこれならいけんじゃないですか。人生縛り？人生縛りではありません。今何でもって？いやいや、ちょっと今生詰めって言ったよね。いや、行くだけでしょ、行くだけでしょ、行くだけなら別にいいですよ。明日、うん、別にあのね、うん、勝ったらとかそういうことは言ってませんよ。明日行くだけだったら、うん、行きますよ。別に明日行って負けたからって別に生詰めとかじゃないですよ。行くだけですかね。だから明日行かなかったら、うん、生詰めでもいいですよ、うん、ね、それは、うん、約束しますよ。別にまたこうやって条件を緩くする。緩くはしてないでしょ。はい、149名人数です。別に緩くはしてないでしょ。なんだ、アダマンチウム黒装備かなんかですかね。ああ言えばこういう全くやれやれ。いやだって別に変なことは言ってないでしょ。なんか装備品とか自分に優しいし、リスナー自分に優しいってのはともかく、僕リスナーさんに厳しくはしてないでしょ。言ってね、ダメ。今のなんでしょうね、武器っぽいような気もしたんですが、変わらんか。リスナーを利用するだけ利用してボイスでしてるじゃない。だから僕がいつリスナーさんをポイ捨てしたって言うんですか。その証拠はね、そんな言われもない、そういう誹謗中傷僕は納得しませんよ。だ、僕が誰を一体捨てたって言うんですか。やっぱり帝王最低。だから誰を捨てたって言うんですか。僕がそこを提示してから攻めて。リスナーを統括するし、統括はしてないでしょ。聞いてるだけじゃないですか。ああ、ようやくなんか戦闘も楽になってきましたね。先行も底辺で右玉、本当はね底辺で右ドラで一周した方が楽なんですけど、マーキちゃんメジドラの方が良かったのかな。早い早い、ね、シュートで2人だけ、うん、これどうでしょう。運上げてでも関係ないって言ってましたよね、さっきヘルザイザー。まあいいや、うん、いや、ようやくなんかザコ戦がちょっとテンポよくなってきましたね。まあレベルが上がったおかげかもしれませんけど、うん、これであと1時間だけ鍛えて、うん、使えるリスナーだけ残ればいいって発言言わせたわ。誰もそんなこと一言も言ってないでしょ。僕が何時何分何秒どの配信で言ったって言うんですか、そんな心にもないことを。やめてください、そういう、本当に嘘。
用済みになった常連のリスナーに冷たい態度を取る。誰に冷たい態度を取りました。そんなことないでしょ。2人くらい嫌われてもまた新しい人来るって思ってるやん。思ってるわけないでしょ。今日のリスナーさんのね、来場者数まだ100人程度ですよ今日ね。もうどんどん人減ってますよ言って。そんな代わりが来るとかありえないでしょね。え、どんどん人減ってますよ今現状。なんでさ、その代わりって新しい人ってもう来ませんよ言ってね。え、どうするんですか。もう僕ももう終わりですよ。もうオワコンですよ。まだ初めて3ヶ月しか経ってないのに、もう落語者の落印押されちゃってますよ。お、すごい900。何がですか。すごい900とかすごいなね、タルカじゃ、うん、こんな強いんだったらもっと早くに使っとくべきでしたよ、うん。あとマカカジャでしたっけね、さっき言ってたあれだけ、うん、もう一体ペルソナもうちょっと強くなってから。リスナーなんて後から後から湧いてくる虫と同じだって言ってたじゃないですか。だからそれをいつ言ったんですか。誰に対してどの配信で言ったって言うんですか。言うわけないでしょ。ましてやね、ニコニコなんかどんどん人減ってね、それこそもうろくに人なんかいないのに、そんな無ハートから後から湧いてくるなんてありえないでしょ。そういう嘘はやめてくださいよ。いくらあれでも僕の配信だから。寝ぼけて忘れてるんじゃない。寝ぼけててね、忘れて、じゃああなた覚えてんですか言ってね。それをオワコンというのは一時でもヒットした人が言われるんですよ。まあそう言われると身も蓋もないよ。大阪まで来たか。見てないけど。見てないでしょうね。だって何にも進展してないもん今日。オワコンじゃだからね、もともと僕はね、過疎な間主ですから。誰もそんなこと言ってないでしょ、だっていうか、現に今取れてないじゃないですか、まだ過疎な間主のまんまじゃないですか。天下なんか取れませんよ。でもこれからどうなんでしょうね、ニコニコも。どんどん人が減ってく流れっていうか、そんな感じですよね。なんか、うん、だからね、僕もいずれはね、ニコニコからどっか別のね、配信サイト、カソナマヌシ界の帝王を目指そう。どうやったら帝王になれるんですか、そのカソナマヌシ界の。目指すのはいいと思うんですけど、何ですか、それはリスナーさんゼロとかそういったことで目指すしかないんですかね。そうなんですか。6時間配信やって累計来場者数ゼロ目指すとか、そんな感じでしょうか。帝王はゲーム実況生主の中じゃ面白いと思うんだけどな。そうですかね。いやもう僕そんなに面白くないと思うんですけどね。トークもないし、うん、ねえ、よそのね、やっぱ生主さんの方がもっと面白い人いっぱいいますよ、うん。から36時経ってくる発言には燃えたよ。どういうこと、知らないですよそんな発言ってか。福岡からってそんなコメントしてませんってか。え、サンジさんって福岡なんですか、九州なんですか。僕それは知らなかった。九州ですか。はあ、ま
まあ、だからってね、別に九州行く用事も何もないし、ましては面識もないし、ましてはね、うちみたいな仮想配信、悪魔から話しかけてきた。じゃあ答えましょう。何の騒ぎなんだよ。ライブでも君も行く。本当にあるのかよ。どうでしょうね。なんか、こういうの勧誘とかだったら意外と釣れる？もう嘘はいけない。なんかあれ、嘘じゃない。なんだろう。怪しいですかね。脅すとか。お、すごい。お、すごいすごい。お、いい感じ。まずいまずい。マジですか。帝王さん下抜かれるじゃないですか。僕は別に嘘ついてないから大丈夫ですよ。これはどうだ。あ、大丈夫。カード。女だ、ガキじゃダメ。いい女と、インキュバス。は？三次派名前も住所もバレてるよ。あ、そうなんですか。名前もバレてんですか、三次さんって。はあ、すごいです。すごいのかな。名前もバレてんだ。それとも配信やってんですね。言ってね、不特定多数の人にね、名前バレるっていうのも結構怖いと思うんですけどね。まあ。大事って誰？生主？深夜にやってる、大手生主さんですよ。かなり。はい、どうも、171コメさん、いらっしゃい。待ってくださいね。帝王も神奈川の小田原だもんね。違いますよ。誰がそんなこと言いました。違いますよ。違いますから。聞いてなかったもん一回。だから深夜に配信やってる大手生主さんですよ。なんか今はね、ちょうどバンされちゃったみたいですけど、ね、配信開始の時もいましたけどね。なんか吉沢ひとみ被告の謝罪について見解をお願いします。謝罪会見は見てません。保釈された後は聞きましたが、生主力は俺の方が上だって三次さんの放送で発言してみて。そんな発言多分スルーされますよ、普通に。相手にすらされませんよ。帝王もバンされる頃かな。だからそれが怖いんですよね。三次さんがやってたのがね、その女神転生らしいんで、それが原因じゃないかってね、言われてますから。同じアトラスの やってる僕は戦々恐々もんですよ今ね。もしかしたら明日にはもう配信できなくなってるって可能性もありますからね。怖いですよ。帝王転生。僕は転生できません。いやーねー、本当にさっきも言いましたけど、まあバンされた理由がねよくわかんないですけどね。帝王に転生したら人生マッチだな。やっぱりなんすかね、クリショーが原因なんですかね。まあやってたのかどうか知りませんけど、クリショーどうなんでしょうね。ね、クリショーが原因だっていうなら、
意外とね、金目当てで配信やってる人はニコニコから遠ざかっちゃうんじゃないですかね。素敵なゲームですね。はい、隣在住児童でステイオン最低だな。はい、179コムさんいらっしゃい。僕はあんまりそういう JD だからって食いつきはしませんけど、うん、とりあえず初見ですんだから、なんで初見が帝王最低だなってその単語を知ってんの。うわすごい、1104桁いくんだ。女は旅行で女といい思いしたからザマーだね。そうなんですか。沖縄ですか。僕も行ってみたいですね、沖縄とか。金目当てがダメなら帝王もニコニコから撤退するつもりなんだな。いや僕はだから暇つぶしだから、別に金目当てじゃないですから、別に僕は何も困りませんから、うん、別にいいんですけど、ただね、まあ少なからずいるでしょうね、金目当てでねやってたって人は。そういう人はニコ生から距離置くんじゃないですかね。帝王は軸限定だから全く問題ないね。別に限定ってわけじゃないです。別に JD だってね、うん、条件に合えば別に何ら問題はありませんけど。あ、しまった。あって何ですか。そのあって何ですか。なんか上から目線だな。上からって言うとどこが上なんですか。いや普通に分かんないです。まだか。お前に選ぶ権利なんてないんだ。いやそれは分かってます。だから選びませんよ。そんな選ぶ権利なんかないことは100も承知ですから、うん、間違えた。してる妹に風呂入って寝ろって言ってるくる。はい、行ってらっしゃい。夜更かし妹ですか。何歳なんでしょうね。プラス5まだですかね。6でしたっけ確か。ねえこいつは固定よ。今日はこれから12時間。はい、はい、アクセンさんいらっしゃい。そんなことありませんよ。一応あと45分でペルソナ終わって、また深夜0時からスパロボやります。それで終わりです。はい。メリドラ。行くぜ。
45時間。マジか。45分です。45分間です。当面はね、いや連休もないし、まあ日常の配信スケジュールでお送りしますよ。まあ次なんかやるとしたら、うん、年末年始とかそれぐらいじゃないですか。年末年始、クリスマス、うん、いやないでしょ。事故日間。違いますよ。45秒間です。任せ。クリスマスイブはサンタコスでケーキ配信だもんね。そんなことやりませんよ。ケーキ配信とか言って、うちクリスマスだからってケーキとか食いませんよ。せいぜいなんでしょう、いやケーキは食わんな。うちあんまりケーキ好きな人いないですから、うん、なんでしょうね、うん、女の子は食べると食べたことありませんよ、そんな女の子なんか。クリスマスまでずっと配信し続けるのかなんて生々しいからだちょっと勘違いしてますね。毎日は配信しますけど、ぶっ通しとは誰も一言も言ってませんよ。そこは勘違いしないでくださいね。帝王最低だな。嘘って何を嘘って意味が分かりません。リスナーさんが勝手に勘違いしてそれを否定したからってね、生主の嘘とか言われたらやってられませんよって。ということか。うわ、悪いとまでは言いませんけどね、うん、まあただ勘違いしたというか。またリスナーのせいにする。せいにはしてないでしょ。嘘つきは泥棒の始まり。嘘じゃないでしょ。今の嘘って言われたら僕もう本当に嘘しかつかないってことになっちゃいますよ。誰もそんなこと言ってないですか。まだかな、まだプラス5。今日は南條くんがやられた時のうんうん派何回ありましたか。いや今日ありましたっけ。南條くんはないと思うんです。もう言って結構ねレベル上がりましたから今日はないと思いますよ。戦闘か。変装じゃありませんよ。なんでそういううちのリスナーさん攻撃的というかね、刺激的というか、もっとまったりやりましょうよ。まあ確かにね、昨日今日ねずっとレベル上げだけでね、そういう欲求不満っていうかね、いろいろ溜まっちゃうのもわかりますけど。明日は絶対行きますから、うん、明日は出がしても、多分明日は7時から、うん、時間ちょっと早めで、うん、ガチで乗り込みますから、うん、安心してください、うん、
え？私何も言ってないよ。はい、何？だから全然っぽく。だからよろしい。前方が。誰もそんなこと言ってないでしょ。まあ、はったりするようなことを。24時間はったりじゃありませんよ。とりあえず、明日は行きますから、ね。分かってるなら延長しよう。いや、無理ですよ。だ、今の状況で延長したからってね、カンドリのとこまで時間内に着くのはもうちょっと無理ですから。申し訳ないですけど、明日までちょっと我慢してください。明日は絶対行きますから、勝とうが負けようが。ロンギヌス？何でしょうね、ロンギヌスって。レアアイテムでもないのか。ああ、もういっぱいある。武器か。嘘と偽りで塗り固められた包装。ちゃう？ほにゃきり女生主まったりふわふわ放送できると思ってんの？夢見てんの？誰もそんな夢見てませんよ。なんすかコメディン女生主まったりふわふわ。そこまでは言ってませんよ。加藤の負けリスナー？違いますよ。誰もそんなこと言ってませんよ。ただもうちょっとねまったり。ナメプの王様こんばん。はい、アシトマンさんいらっしゃい。ワクワシタナマズメリッポキンス。言ってません。208コムさんもいらっしゃい。明日とりあえずカンドリにね、リベンジしますけど。まあ明日絶対勝てるとも言えませんし。まあなんとか頑張ってね、勝ちますよ。勝てるように努力はします。でもこれでまだね終盤っていうかラストじゃないっていうんですからね。この前負けたやつ買ったの？いやまだ行けないです。明日行きます。うん、もう少々お待ちいただけないと。うん、まだですよね。待てない。待てないって言っても申し訳ないけど、少なくとも今日の残り時間ではもう無理なんで、明日行きますから。明日、うん、お楽しみということで、まあ明日絶対勝てるかどうかは分かりませんが、うん、ただね蘇生の魔法が入れば楽勝とは言ってますし、なんとか頑張りましょう。だから延長しろと言ってるだろ。だから延長したいですけどもね、0時からスパロボ入ってますから、延長できても今からだと1時間半しかないんですよ。でそのね、昨日の今日一昨日のカンドリのボス戦のところに行くまでに最低2時間はかかるんですよ。わかります ね、その僕が言いたいことは、時間がどう考えても今からじゃもう同時進行無理です。そんな器用に僕できてませんから。だから、うん、申し訳ないけど今日はちょっと残り時間ちょっと余ってますけど、レベル上げで明日ちゃんとカンドリでリベンジマッチ果たしますよ。ペルソナ3時間延長してからスパロボ6時間でいいよ。僕の寝る時間がなくなっちゃいますから、うん、こっち病院か。213、君は天才だ。どこが天才なんですか。
僕の睡眠時間を加味してくださいよ。僕なんてね、こんな昨日今日合わせて6時間もねレベル上げただしてるだけなんて退屈でつまんないですよね。行きたいですよ、ね、もうちょっとセーブがねボス戦の手前にでもあればね、何回かカンドリにねリベンジマッチしても。ママにセルソナ帝王がスパロボ配信廃解決。無理ですよ、親にペルソナなんかできませんよ。それから昼放送まで寝ればいいだけの話だろ。いやだ、無理ですよ、親にこんなペルソナなんか理解できませんよ。冗談抜きで。そんな親が。朝寝てるんだから大丈夫。いやだから。へたれね。へたれなんですか。いいね、へたれですよ、へたれですよ、僕なんかへたれですよ。あ、まずい、いや、まずかないけど、あ、まずい、おー、強え、強え。今から理解させればいい、可愛がりしてて、でも嘘つけ帝王のままんペルソナ出してたぞ。意味が分かりません。ペルソナ出してたってどういうこと。はい、220コムさんいらっしゃいません。ペルソナ出してたってちょっと意味がよく分かりません。今から理解できるね、そんなレベルじゃありませんよ、うちの親。ママリのペルソナが帝王ってことか。そうなんですかね。そう考えると親も気の毒ですよ。いいのかな、こんな帝王とマキちゃんだけガンガン強くなって。ドブイペルソナだ。デブですよ。46、40、90、44、39、43、216、平均43超えましたね。まあ、カードは現状必要ないですけど。だいぶ強くなったな。多分これならね、いけるんじゃないかなと思いたいんですがね。言って明日の道中もね、あればそれでまた強くなるし、そこまでやればさすがに、負けないと思うんですがね。帝王様のどの配信にも言えるんだけど、戦力底上げしてほしくない、はい、そうですか、はい。224個目 NG ですけど、まあ戦力ね、ただ1回負けて、ヤガラス強いよ。
ランク8になったら南條くんの最強き武器と交換できる。ヤタガラス交換、うん、でもヤタガラスって いましたっけ。今作れましたっけ。人差しの恐怖に直面したとき普段出せない力出るんだって。普段出せない、いやそうゲームでそういうのってか RPG でそういうの出せませんから。ねえそういうならじゃああれですかね、そんな底上げしてほしくないならじゃあ今日はここでもう終わっちゃいますね。それで明日ゴッドカンドリのとこまでもうあと30分ちょっと早めですけど打ち上げ切り上げてそれの方がいいですかね、リスナーさん的にもどう思います。え、うん、いやだからあんまり強くしすぎるとねつまらないって意見ありますからここでやめて、うん、明日もうカンドリ明日朝い配信からいやいや甘いじゃないと思うんですけど。じゃあいいんですか、まだレベル上げしていいんですか。それは違うぞ。いやそういうことでしょ、そこ上げしてほしくないってことは、うん、そういうことじゃないですか、うん、いやキュツクマジか、予定王様エロい顔面パンチとか大丈夫な人。いやよくはいや顔面パンチダメ。いやだってそういう意見があったから、うん、ねえたとえ30分でもレベル上げもうやめて、うん、明日に備えて。帝王最低じゃない。なんでですか。だってそういうことでしょ、リスナーさんの意見っていうか加味したら先に進めって言ってんだよ。だから先に進めてセーブがないんですよ。30分じゃ何も進められないんですよね、これ PSP 版だったらなんかねどこでもっていうかもっとセーブポイントね多いらしいからいいんですけど、このゲームこのマップでここしかないんですよ、たった1箇所なんですよ。言ってね片道3時間かかるダンジョンでセーブポイントがたった1箇所しかないっていうかなり理不尽な設定なんですよ。だから進めないんですよ今中途半端な状況じゃ。だから明日なんで30分にこだわるの、はい、終わるまでやればいい話だろ。いやだからもうだからもう0時からスパロボの予約枠取ってあるんですよ。だからもうあとどんなに延長しても1時間半しかないんですよ。1時間半でも、いやいや、いきなり今やってもあれでしょ。そういう逸脱があるんで、もう今日はちょっと無理です、明日絶対行きますから。また負けちゃうかもしれませんけど。だからスパロボ枠をずらせばいい話でしょ。頭固いな。ずらすって それはスパロボ待ってるリスナーさんに失礼でしょ。あ、死んじゃった。南條くんふんぬーん、ありがとうございます。はい、どうも。ママイペルソナパパンスパロボ帝王やキュツクって出た。今日できることを明日に伸ばします。できないですよ、明日でいいじゃないですかね、楽しみは後に撮っといた方が西田さんだって楽しめますよ。つまり斬首を覚悟ということか。いやそう、どうしてそうなるか分かりませんが、今どんぐらいだ、
プラス6。どうでしょう、覚えたかな、覚えたんじゃないですかね。サマリカームだから。この時間のリスナー生意気だな。誰も生意気とはそんなこと言ってないでしょ。多分これで、うん、あれまだか、まだでした。まあ今日ダメでも最悪多分あと3時間やれば、感度にとこつけばさすがに覚えるでしょうから、うん、覚えなかったらちょっときついかなってそんな状況ですけど、任せ。時間やるってことだな。いや、そういうことじゃありません。どうしてもっていうならね、そのスパロボ終わった後にねやるしかないですよ、うん、でもそれはねリスナーさんだってもう寝ちゃってるでしょうし嫌でしょう、うん、それなら明日のね配信でやった方が皆さん満足されるんじゃないですか。あら、昔はリスナーのために延長してくれたのに、はい、今はリスナーごときリスナー部勢が変わったな。お前なんで帝王は俺らの要望を飲まないの。飲もうとはしてるでしょ。ただ時間的に無理ですってことであって言って、そんなね毎日配信やってるんですから、どうしても今日クリアしなきゃっていうかね終わらせなきゃいけないって理由もないでしょ。もっと気ままに気長にやりましょう。慌てたってしょうがないんですから。昔は今日は無理しちゃうよ100回だったのに。そんな時ありませんよ。言って無理しちゃう100本なんて。だって24時間配信すらねできなかった人間がどれだけ無理できるんですか。リスナーはただの文字だからって発言が未だに残ってるわ。誰がそんなこと言うんですか。やめてくださいよ本当に。マフオもまだやってるぞ。え、終わらせなきゃダメな理由はないけど終わらせなくてもいい理由もない。え、マホさん、わかんない。この時間でもやってんですかね。え、そんな頑張ってんですか。エルソン、ね、いつもなんだかんだ言って2、3時間ぐらいで終わってるっていうような印象でしたけど、まだやってる。いや、そう言われてもペルソナーって言わないとなんかやってるって。あ、これ、あ、本当に、え、まだやってんですか。やっぱり風系強いな。まあね、ほら、よそはよそ、うちはうちですから。
ちはあくまでまったりとやっていきましょう。ここまで育てば余裕なん？いや、余裕でもないじゃないですか。薄れたよね、なんでですか？なんでですか？そんなこと薄れてませんよ。余裕かどうかわかんないです。だから、多分ですか。だからそのね、蘇生の魔法を覚えたら余裕って話はね、リスナーさん言ってましたから。まで鍛えればね、多分残りの道中で底辺もね覚えるでしょうから、そうしたら大丈夫じゃないんですかね。違う、まだプラス6。ガタガタ言わないで生爪剥がせばいいんだよ。なんで薬さえ買ってればもう終わってた。ねえ、なんか薬局でね薬買えれば、クリアできてたって人もいますし、ただ薬がねない、僕持ってないんで。まあね、初見プレイであるがゆえのね、そういう先がね展開が見えないからどうしようもなかったってことでしょうけど、まあ、ただねここクリアしたからってねラストダンジョンじゃないらしいですから、多分もっと手強いラスボスがね控えてるんじゃないですかね。だからこの先ですよ、大変なのは、だってねラスダン長いとか辛いって人はねちょくちょく耳にしますけど、ここが辛かったとかってね言ってるリスナーさん全くね耳にしませんからね。そう考えるとラスダンもっとえげつないっていうかえぐいって考えるとちょっと怖いですよ言って。心配ですよ。エルソン、確かにここは辛くなかった。本当に？ここ3時間セーブなしが辛くないんですか？そういう場所なんですか？だそうですね。多分本当の地獄はまだ先みたいですから。怖いですね。この日じゃないぞ。この日じゃないですか。何があっていろいろ聞きたいですけど、やっぱりダンジョンの長さがってことですか。長さが日じゃないってなったら僕ちょっとそっとしちゃうかもしれませんが、ねえ、セーブはどうなんですか。セーブも本当にね一つもないとかそんなまずい設定とかなんですかね。セーブポイントがどうなるかっていうのもすごい。それもある。それもある。それもですか。やめる手出さないでね。いやいやいや、そんなあれなんですか。怖っ、きつ。やめる。ダンジョンの長さもそうだけど敵がガチで殺しに来る。セーブはある。セーブ
途中セーブってことですか。ガチで殺しに来るって誰か言ってましたもんね。そんなメディナマとか使うあれじゃないって、うん、ねえ、敵がガチで殺しに来るからメディナマいらないみたいな言ってましたからね。そういうことなんですかね。もうセーブはあるよ、入り口に一つ、入り口一つだけ。それここと一緒じゃないですかね。男女のね道中どんだけか知りませんけど、何時間かかるか知りませんけど、やだーもう。ちなみにその ラスダン行く前にもう一回街とか戻れるんですかね。薬局とかねえ、コンビニとか防具とか買えるんですかね。そこら辺もちょっと気になってるんですが、せめてねそれができればまだね強化しようもありますし、もうないとかって言われたら、それは大丈夫。あ、それは大丈夫ですか。じゃあ本当に今だけですか。今だけっていうのかな。俺は心が折れて次やるのに1ヶ月封印した心が折れるんですかいや僕あのね、あの昼間っていうか夕方やったあのファイナルファイトが多分いずれ心折れるんじゃないかなって思ってるんですが、だって言って RPG でしょ。アクションゲームはね、僕みたいな下手くそね、いくらやっても上達しないことはあってもねえ、 RPG はね時間かけてでもね、レベル上げればいつかクリアできるんでしょう。それ考えたらアクションゲームに比べたら RPG なんてまだ天国でしょう。多少長かろうが、うん、多少長かろうがね、レベル上げて勝てるんだったらそれはそれで全然問題ないですよ。アクションゲームに比べたらまだまだ僕にとってはそっちの方が天国ですよ。言って時間かければなんとかなるな、そんなもんいくらでもやりますよ。4時間かけてラスボスまで行ってフリーズした生主いたぜ。フリーズ、フリーズはちょっとまずいですか。うん、そうそう、アクションだけはね下手くそは、もう一生下手くそですかね。もう僕なんかね年齢的なものもありますし、うん、本当にフリーズもあるんですか。冗談でしょ、ね、ドラクエ7じゃあるまいし、フリーズとか嘘でしょ。それはちょっと確かにね心が折れてもおかしくないかもですけど、うっさー、フリーズとかどこのドラクエって感じですよね。言ってネタじゃないですか本当に。フリーズニキ呼んだもういいですよ、もうお呼びじゃありませんから、二度と来ないでってくらい。フリーズ4時間ね、それは確かに心折れてもしょうがないですわ。いや、そういうのまであんのかね、このゲームもいつかクリアできるでしょうけど、まだまだ先かもしれませんね。どうなんでしょう、ドラクエ5より意外とこっちの方が手間かかるとか、そういうこと。扇風機で強制冷却してたわ。熱ですか。でもね言って今ね、もう9月終わってもうすぐ10月ですから、これからね多分外もっていうか気温的には下がるからなんとかなる、大丈夫じゃないですかね。最悪窓さ開けとけばそんなに熱もこもらずに、そういうことじゃないんですかね。任せる。
かし怖い話ですね。まだここは地獄じゃなかったと。そろそろ時間ですかね。なんか区切りがあればいいんですけど、意味ないしね。ペルソナもまだプラス6、こいつはプラス8、プラス7、プラス7、プラス6、結構6からね、7、8になるのはやっぱ結構時間かかる。お金お金は貯まっても使い道ないですかね。165万とかね、リアルで欲しいですよね。リアルの方でこそ欲しい、うん、10分の1でもいいから、最悪100分の1でもいいから。北斗やっと7かマハグライバー、マハグライバーなんすか、覚えたんですかね。ちょっと試してみましょう。まだでしょう。メリドラタカル、じゃあマハグライバー重力、あー強そうですね。で闇の審判、ニートの間は無理だな。無理ですね。タカルジャ、わら。いや、強いですよ、タカルジャ。タカルジャ？タルカジャ？どっちだろう、まあいいや。タルカジャな、わら。タルカジャですよね。わらわら。まあ、あと1000、あと1000ぐらいですかね。そしたら、うん、セーブし、回復して、セーブして、終わります。それで、うん、明日、カンドリにリベンジマッチ、7時からやります。はい。ね、男女の長さを考慮して、うん、マハラじゃないです。明日は絶対クリアします、うん、クリアっていうかね、このデバイガーでしたっけ、うん、このまま、ダンジョンは終わらせます。って言ったら、カンドリに負けたらどうしましょう。エルソン。それはそれで怖いですよね。大丈夫と思いたいんですが。クリア宣言いただきました。いや。いや、勝てるでしょ、さすがに今回は、ね、6時間もかけて下準備してるんですから、さすがに、もう負けないでしょ。負けても爪1枚だけだし大丈夫。いや、ですよ、1枚。と思うじゃん。と思うじゃん。やめてください、そんな怖いこと言うの。だって結構ね、一昨日だって、負けはしましたけど、結構いいとこまで押してたと思うんですよ。どこの爪にします？やめてください、そういう怖い相談は。結構、だから一昨日だってね、あんなヘルズアイズが来なかったら、もうちょっとで勝ててたと思うんですけど、そう考えたら、ね、これだけ強化したら、ね、その即死技以外は、耐えきれるんじゃないですかね、うん、そしたらね、帝王のメディナマだってあれだし、顔出し全裸で土下座配信だけだし楽勝。誰もそんなこと嫌です、しません。それならいけると思うんですがね、さすがに明日は、うん、まあいけなかったら、うん、ごめんなさいしますけど、集中したらワンチャンある、そういうこともあるかもですけど、怖いな。急では勘弁してあげよう。いや、やめてください、そんな腕一本とか
じゃあこれでもう回復して今日は終わります。お疲れ様です。はい、優しすぎる何が優しいんですか。おつおつ、まあさっきも言いましたけど、はい、はいはい、とりあえず、はい、おつお疲れ様です。はい、明日一応明日は7時からやります。19時から。はい、まあダンジョンの長さも考慮して、まあね、カンドリス終わってすぐセーブできるかも怪しいですからね、その辺も考慮して。はい、で一応今日もあと一応0時からスーパーロボット対戦第3次スーパーロボット対戦第18話はいお送りしますので、もしそちらも興味ありましたら視聴ください。危ない、セーブする前に終わるとこだった。もうだいぶ上がりましたね。47でしたっけ今帝王。これはもうさすがに大丈夫し、だってね、多分ここの病院来た時42ぐらいでしたから。早い。いや、早い早いって何がですか。まあとりあえず32時間やりましたから、そろそろ終わらせたいですね。はい、ということで、お疲れ様でした。はい。